リック・ファン・ステーン・ウェルヘンは、ベルギー・フランデレン地域のアレンドンク出身の、名自転車競技選手。下記に挙げる実績も、去ることながら、40歳を過ぎても、第一線の選手として活躍したことは特筆される。世界自転車選手権の個人ロードレースを1949年、1956年、1957年と3回、制覇したほか、 クラシックレース及びグランツールの区間優勝を多数経験。また6日間レースでも歴代第6位となる40勝を挙げている。また世界選手権における2連覇を達成した選手は現在バンステーエンベル編を含めて6人しかいない。いわゆるロードスプリンターと言われる典型的な選手であったことから難度の高い山岳コースを苦手としており、ステージレースについては 総合成績という面からすると振るわないケースが目立ったが、1951年のジロでイタリアでは、総合優勝のフィオレンツォ・マーニに遅れること1分46秒差の2位に入ったことがある。もっとも、グランツールではもっぱら区間優勝狙いに主眼が置かれていた。また、6日間レース通算40勝のうち、19勝が同胞のエミール・セベレーンと組んでのものだった。 2003年5月15日、アントウェルペンで、バンステインウェルヘンは78歳の生涯を閉じることになったが、葬儀において、エディ・メルクス、ディック・ファン・ロイ、ロジェ・デ・フラミンク、ルシアン・バン・インプ、フレディ・マルテンス、ブリック・ショットといった同胞の往年の名選手が、ずらりと顔を揃えたばかりでなく、ベルギー首相儀フェルホフスタットも参列したという。バンステインウェルヘンが、 ベルギーのスーパースターであった証と言える。ありがとうございます。